ども、知識で武装するナレッジアマートでございます。本日は、平成たぬき合戦ポンポコですね。こちらを初登場、八木さんとお話ししてまいります。よろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、初登場なんですけども、八木さんは、あれですね、ジブリ大好きっ子でいらっしゃるということで。はいなんでそれなのに、まあ、ジブリラインは、私の動画のジブリラインは、またいろんな他の論客の方とお話しているのが いくつかあるんですが、はい、また別ラインとして八木さんも、結構どっちかっていうとニッチなラインでいこうということでそれで八木さん第1弾が、平成たぬき合戦ポンポコでお話をしましょうということなんですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。で見返してきたよね。見返しました。これ一回なっさらな心で見て、うん、もう一回細かく停止してみてすげえな。もうガチでですね。そうそうそう。なんですが、八木さん的には平成たぬき合戦ポンポコはもともとどういう感じで見てた？子供の頃だった？生まれてないよとして。公開なんで次の年ですね。あ、生まれたの。もうそんなもう年がバレるようなこと言っちゃってなんですが、いやそうですか。1994年で、まだ生まれてない。いや戦慄しますね。小学生の時に初めて見ました。あ、それお家でビデオでみたいな感じで。はい。あ、その時はなんか。難しいなけどタヌキ可愛いなくらいで。そうなんだよね。あの難しいんですよこの話。なんで結構みんな皆さん敬遠しがち、まあ敬遠するまでもいかないけど、そのなんかジブリの中の代表というわけではないっていう感じだよね。そうみたいですね。そうみたいなんですね。そうなんです。何を隠そう。我らが高畑勲大先生のが、制作したということで。はい。あれなんですよね。まあ、舞台は昭和40年代の多摩ニュータウン。はい。ということで、もともと里山だった、多摩の、山村が、開発で急に重機が入ってきて、それで、開発が始まっていって、それを、住むところがなくなっていくタヌキがどうにかしないといけないっていうことで、あらがっていくという、まあ、大筋のお話っていうことなんですが、うん、はい。まあ、タヌキとかキツネっていうのは、古来から、こう、化けて、ね、で、いくっていう、まあ、コリというか、まあ、そういった、まあ、概念がありますが、はい、まあ、そういった、概念を、まあ、踏襲した、世界観ということで、この作品はね、制作に26億円、じゃあ違う、間違った。違う。これは、あれは興行収入か。興行収入が26億円。はい。なんで、まあ、ジブリの中で、まあ、ヒットした部類らしいのですね。で、ジブリ映画としては初めてナレーション、かつ CG を使った、まあ、作品だったっていうことで。まあ、そうそうそう、こうナレーションがね、なんかもう説明的なナレーションがずっと、来るっていうのが、まあ、あのね、まあ、古今亭新潮さんですね。はい。そう。古今亭新潮さんは、まあ、まあ、落語の大御所中の大御所なんですが、まあ、語りがまあ、うまい。なんていうか、七五調というか、抑揚の効いたナレーションが、もう本当に聞いてて心地よいというか、まあ、この人にもう全てお任せしましょうって気持ちになってくるっていうところあるよね。聞いててね。はい。引き込まれますね。うん、ね。死での旅なんて言われちゃったらね、なんかもう、なんかもう、ああ、そうだ、そうなんだなって気がしてきますけど、まあ。うますぎる、うますぎる、うますぎる。なんでね、そのもう本当に語り のプロの人を、もう、キャスティングもすごいんだよね。この、結構落語家とか、なんつうか、ベテランの俳優とかが多いんだよね。豪華ですね。豪華豪華。ここ、だから、古今亭新潮さんでしょ、柳家小さんさんでしょ、柳家、話屋、林家、小部平さんでいるんでね。はい。で、桂文枝さん。桂文枝さんは今の文枝さんじゃなくて、先代の文枝さんですね。
っていう、あれね、当時桂三枝さんのお弟子、お師匠さんにあたる文枝さんが、五代目文枝さんがやっているということで、いやだからなんつうの、その落語にもそのタヌキが化けて出るような落語っていっぱいある中で、その落語家を声優としてタヌキの役で使うっていう、なんかこの逆転のなんていうかね、キャスティングの妙っていうんですかね、この辺がもうようやったなっていうところで、まず喝采を送りたいところでございますね。そうですね、面白いですよね。いや面白いよ、だってそれはだって今までそのタヌキっていうのをこう言って化けるからねっていう落語をやってきた人たちをタヌキに据えるんだから、これはすごい、ちょっと、今まで言ってたのを逆に演じる側に、そうだからもう逆輸入じゃないけどそういうなんですよね。ですね。でまあそのタマニュータウンの開発を阻止するべく、そのタマのタヌキたちっていうのは日本全国に名を轟かせる、タヌキに、なんか推しを請うというか助けを求めに行くんだよね、これね。はい。で、そう、四国と佐渡の化けタヌキに助けを請いに行って、その間もどうし開発は進んでいき、みたいな感じでどうにもこうにも追い詰められていくっていうお話なんだけども、はい、いやどうですかこれ、まあ総合的に見た、まあ、感想としてどんな感じだと、どうに捉えましたかね、これね。総合的に見て、まあなんていうか、子供の頃はそういったさ、なんか可愛いけどわからんなだったんだけど、大人になってから見て感じた感想っていうの、はい、ポンポコ、ナレーション理解できるようになって、表現が本当に面白いなってのは思います。そうだね、そう やっぱりこのなんか言葉のなんかあれだね、なんていうんですかね、語彙力とか、こういう時にこういう例えを出すんだとか、そういったのの、まあ、脚本のうまさっていうのもあるし、その語り口の、あの軽妙さっていうのもあるし、はい、まあ、そういうところに引き込まれていくよね。その大人になればなるほど引き込まれていくだろうなと思うよね。はい、やっぱなんか比喩っていうか、隠喩の表現、開発の時仏様のを使って動物に、人は動物ではなく仏並みの力が持っているとか、葉っぱをショベルカーが ガシガシ削って開発の進み具合示したりとか、ああ面白いなってのは改めて思いました。そうなんだよ、その なんていうかその、小技が効いてんだよね、いちいちその表現方法に。だから、なんつうの、昔話のファンタジーの、例えばその、なんか葉っぱを使ってどうしましょうとか、そういったものっていうのは、今この時代にはそぐわないみたいなことを言ってみたりとか、割と現代風に寄せてみたりとかするんだよね。そう。なんでね、こう、なんかそういった、ブラッシュアップされた、タヌキとか、キツネの表現っていうのが、まあ、平成、たぬきやすって平成っていう名前をこう冠しているっていうのは、まあ当時平成の、まだ、94年なんで、一桁台なので、はい、平成っていうのはこれからの時代なので、新しい時代っていうのを象徴したタイトルなわけですよ。そう。だから、平安でもなく、江戸でもなく、平成だと。平成にいる、これからのたぬきのお話ですよ、と。ね。だって、これだって昭和40年代のお話なのに、平成たぬきやすってちょっと違うじゃん。そう、確かにそうですね。そうなんだけど、その表現方法が平成の次世代のタヌキですよっていうことなわけですよね、これね。なので、その化け方もこうね、まあ要するに古い妖怪っていうのは妖怪に化け、あの古いタヌキっていうのは妖怪に化けたがるわけなんだよね。でも今のよ、あのタヌキっていうのは、この社会に順応して人間にちゃんと化けて、通でところがどっこい生きていくわけですよ。なんでそのスタンスの違いっていうのが如実に現れてて面白いなっていう視点もあるなっていうところでね。なるほど。そうなんですよね。だからそのまあ四国の話、山頂楼のお話をしましょう。はい。古いタヌキといえばね。そうです。
そうそうそう。で、四国ではなんで、まあ、そもそも四国にはなんでタヌキが、もてはやされているのかっていう話なわけですよ。はい。で、四国っていうのはもうそもそも、化ける動物っていうのは、タヌキしかいなくて、四国にはキツネがいないんですよ。あー、なんか、鉄の橋がかかったらキツネが戻ってくるとか、そういうお話がありましたよね、確か。あー、よく知ってんね。そうなんです。そうそう、でも、そうそうそう、そう、四国っていうのは、タヌキ王国で、はい。なんで、まあ、きっと、なんだろうな。四国って、そもそもあんまりお米が取れないんで、小麦がと、主食だから、まあ、うどんとかが主食なんで、まあ、たぬきうどんとかが、ね、そういった発想、そういうのね、発展したっていう、まあ、節もあるんでしょうが。そう、とにかくね、あれがない、あれ、お稲荷さんがないんですよ。稲荷神社が。おー、確かに。なので、四国っていうのは、たぬきの神社が多いんですね。そうで、そこで四国の三大タヌキっていうのがいて、それで一番でかい、一番、最長老なのが、土佐風呂タヌキですね、総大将ですね。日本三大タヌキの一人っていうね、言われている。はい、これ劇中では一番最長老の、あれで、ね、999歳で、お誕生日おめでとうございます。ありがとうって言ってたでしょ。はい。うん。これはね、源平の戦いの、ね、壇ノ浦も見てるわけ。壇ノ浦っていうのはもともと四国なので、香川にあるので、まあもちろん見てたんでしょうなっていうところで、で、那須の与一に化けて、扇の的を再現してみせたっていうシーンがありましたね。はい。うん。小学生の時初めて見て、高校生の古文の授業で那須の与一が出てきた時に一人感動してました。あ、そういった逆、あ、そこも逆輸入なんだね。ここに繋がるのかってなったわけだ。はい、ああ、いいね、若い人はね。我々は先に那須の与一とかさ、源平の戦いとかそういうの先に習っちゃってるから、どうしても発想が違うんだよね、その逆、なんか流れが、情報の流れが。はい。いや、そうか、そう見るのか、面白いね。はい。面白いですね。勉強になります。そう。で、この、田三郎だぬきっていうのが、五代目桂文枝さんですね。先代の文枝さんがやってる、ハゲだぬきですね。で、この方って、この方っていうか、この田三郎だぬきっていうのは、平安の時代に、清盛の息子、重盛ですね。平の重盛に助けられたので恩に感じて、ずっと平家側についてたっていうの、なんだね。そうそう。っていう、結構情に厚い、たぬき。で、それなんで平家の、滅びゆく姿も、そうやって見届けたっていうことなわけですよ。うん、で、ハゲタヌキって言われてるんだけど、これは、茶釜に化けて火にかけられてハゲたっていう逸話があるらしくて、これは本編では語られてないけど、これはもう伝説上の話だ。で、かといってこれ、あれなんだよね、文福茶釜とはまた別のタヌキなんだよね。あ、別なんですか？そう、文福茶釜っていうのは、あれは群馬のお話なんだよね。あ、全く別。そう、全く別人の話。なんで、だから往々にしてあったってことでしょ。茶釜に化けて火かけられて、剥げちゃったっていう、タヌキが他にもいましたよっていうことなんだね。が茶釜ってのは定番なんですね。定番です。茶釜、狸、ほら、ずんぐりしてるから似てんだよ、やっぱね。色合いも似てるじゃん。そうですね。うん、まあまあ、そういうのもあるんでしょうな。そう。で、田三郎狸がいて、もう一人が、犬神行部ですね。はい。イケメンですよね、イケメン。四国最強の神通力を持っているっていうね。そうそう、イケメンですね。で、どっちかといえば犬みたいな顔をしてるイケメンで、この人はね、声優は芦屋雁之助さんですね。芦屋雁之助さんといえば我々世代で言うと、裸の大将なんですよね。おー。そう。裸の大将なんですか？そう。おにぎりが好きなんだなっていう、芦屋雁之助さんが犬神行部さんの声やってるっていうね。すごいですね。そうなんですか。うん。綺麗の人。そう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 。それは裸の大将っていうか、山下清の話ね。あ、なんか、
そう、芦屋雁之助さんが切り絵の人ではなくてモデルになった山下清さんが切り絵の人です。失礼しました。そうなんですよ、芦屋雁之助さんは有名な俳優なので、そう、そういうことですね。そうで、犬神行部っていう、タヌキは、昔、その昔あれですね、松山騒動って言われまして、松山藩のなんか騒動にで関与したっていうので、はい、結局松山藩に懐いてたんだけども、あの謀反側に利用されてしまって、そっち側の戦力になってしまったわけですよ。騙されてしまって、でそれで岩戸に封じられてしまった犬神行部っていうのは、それを悔やんで、それを二度とそういうことになるまいということで、今回はもう全力でもって、このたぬき合戦に参加したいっていう意気込みで、臨んだわけですね。それで、すごい力が入ってしまって、妖怪大作戦の中でもう神通力を使い果たして力尽きて死んでしまったっていうことですね。あれ悲しかったですね、はい、これはこの時にさ、犬神行部さんが亡くなった時にさ、あれが出てくるじゃん、仏様が空から出てきて、それ拾って空に登っていくシーンがあるでしょ。あれ綺麗ですよね。あれはあれなんですよ、かぐや姫の物語を先取りしてるんですよね。高畑よくやったと。ここで伏線貼っといたかと。なるほど、回収したんですね。そう、天上人、すなわち宇宙人なんですね。はい、がもうすでにこのシーンで出ていて、犬神行部を連れていくっていうシーンがここで描かれてるっていうのは強いね、さすが。我々には考えの及ばないところです。もうだもう数十年タームで考えてるわけですよ、この人たちは。ここで回収するっていうのをさ、素晴らしいですね。姫の物語の自然の描写と似てますもんね。そうそう、やっぱりね、高畑さんはあれかぐや姫遺作でしょ。はい、だからやっぱこのね、全部の全ての今までのものを全部集大成として、あれに出てきたね、表したっていうことですよね。まあ、かぐや姫の物語はまた後々やりましょう。はい、ということで、あともう一人の三長老のもう一人ですが、三代目金長ですね。はい、金長狸っていうのは、あの阿波の狸合戦っていうところ、まあ江戸時代ですね、江戸時代に起こった阿波の狸合戦っていうのを主人公の三代目なので、昭和の時代に三代目として生きているということですね。はい、これは、六右衛門ダヌキっていうとの戦いが、これ徳島で起こった戦いがあって、それで、ヒーローになったタヌキが緊張ダヌキっていうのがあって、まあ、これは徳島の話ですね。まあ、ちなみにこの田三郎ダヌキっていうのは香川だし、犬神行部っていうのは愛媛だし、緊張ダヌキっていうのは徳島だということで、まあ、まさに四国を代表するタヌキ。だから、この三代目っていうところも絶妙で、まあ、今で言うと、三代目ジェイソールブラザーズの元ネタになったんではないかって、俺は勝手に思っているんですが。いや、多分全然違いますね。多分全然違うけどね。そう。だから三代目っていうのが熱いよねっていうところですね。で、そう。で、そう。二代目じゃないんですよね。そうなんですよ。ちなみに、ジョジョの奇妙な冒険のジョセフ・ジョースターもジョジョの三代目ですからね。っていうお話で、そうそうそう。で、緊張だぬきは、声優さんは桂米朝さんですね。桂米朝さんもいい、もうすごい話かすね。だから本当にね、なんていうかこれね、落語家が声優として出てるやつのカタログみたいな作品なんだよね。すごいね。まあっていうね、この、まずこの頭の古いというか、もう、なんていうか、なんていうのかな、旧態依然としたというか、まあ、前時代的な三長老に、救いを求めてしまったのがまた間違いだったっていう、まあ、流れもあるよね。そうですね。ただ、ただその化け、そうなんですよ。化け学っていうのは結局人間にとってイリュージョンでしかもうなくなってしまったわけですよ。
昔話に。そう、あのああいうの見てびっくりする世代じゃなくて、そういうの見て喜ぶ世代になっちゃったんだよね、人間っていうのはね。で、めちゃくちゃ喜んでるしさ、もうタヌキたちもさ、もう可愛いことにさ、でやったー大成功だーってやってたじゃん。はい。ね、もう痛々しい限りなんですが、まあもう一つ忘れちゃいけないのが、佐渡島にも あれを救いを求めて行ったっすね。文太くん。そう。で、それがそれが段三郎タヌキ。これは新潟の佐渡島では、まあ、ムジナとして非常にこう恐れられたタヌキなんですが、はい、これがラストシーンでちょっとなんかすごい悲しいことに、戦後の食道乱の檻に鉄砲で撃たれて落命すごいオチだったよね。あの手まり歌ですねそうそう、鉄砲で撃って、うん、そうですね。そうなんですよ。で、これがあって、で、でもこれなんかそのね、ね、いい毛皮になったって言って誇りだ、一族の誇りだなんつってね、負け惜しみみたいなこと言っておりましたけども、キヨちゃん可愛いですね。そう、これね、タヌキたちのこのあれも、このなんていうか、キャラクターも非常に良かったよね。みんなちょっとキャラ分けができててね、はい、描写もね。だから、なんだ、ここ伝説のタヌキも出てきて、はい、で、今の、こういったタヌキの営みっていうんですかね、っていうのも、こうなんかね、子供たち作らずに辛抱たまらんくってみたいなところがあったりとか、ちょっと面白かったです。そう、ありましたね。女の人が強かったですね。ああ、強かった強かった。もうそうなんだよね。やっぱりね、こういったやっぱなんていうか、戦争みたいなのが起こった時はやっぱり女の人がどう踏ん張れるかっていうところがまあかかってきます、ね。うん、そうです。ここであれですね。タヌキと対照的な狐の話ですね。バブリーな狐。ええ、化け狐、龍太郎ですね。龍太郎と申しますっつってね。まあ、龍太郎は結局最後はあんまりこう、報われなかったというか、なんかそういったキャラクターとして描かれていたけども、結構彼なりに他種族のことも考えて、なんかいいやつだったよね。そうですね。最初は、なんか、騙しに来たのかなって本当に思ったんですけど、タヌキのことも考えて会いに来てくれて、いろいろ提案してくれて。そう。でもそれを謀反にしたのはタヌキ側だったっていう。そうですね。ね、1億円、ね、1億円かすみ取られたもんね。そう、だから、まあ、龍太郎も、なんかちょっとかわいそうだなって感じましたよね。だって、だってわざわざさ、多種族のことまで首突っ込んできてさ、ね、今はこういう時代ですから一緒にね、生きていきましょうよって、雇用の方もこちらまで用意しますよって言ってくれたんだから。そうですね。ね。でも、そういうのを、ね、いやいや、もう、よしとしない狸側が徹底抗戦みたいな感じで、結局は滅びていってしまうっていう悲しい流れになってしまったっていうことね。巨大のもあり。そうそうそうだね。まあ、それで、まあ、舞台が、まあ、玉丘陵地なんですが、この辺っていうのは、耳を澄ませばとかの舞台になった地域なわけですよ。なんで、その、玉の里山を切り崩して作った玉ニュータウンっていうのが、その辺、それがやがて、雫たちが住む、玉ニュータウンになっていくっていう流れになってるんですが、まあ、化けることができない普通の一般タヌキっていうのは滅びゆくしかないので、宝船に変化した、まあ、陰謀ですね。キャン玉袋を玉川に繰り出して、死での旅へ出るわけですね。この宝船になって死ね、死での旅に行くっていう、これが絵コンテ見るとわかるんですが、ちゃんとね、これで小田急線ですって書いてあるんだよね。小田急線？そう、この電車は小田急線ですと、この、死ぬ旅行く、なんつうの、この、橋がかかってて、電車が来て、その電車にみんな飛び込んで死ぬわけなんですよ、最後。そのシーンはないんだけど、そのために、船に行っていくんだけど、はい、
その電車っていうのは絵コンテに書いてあるのはちゃんとこのあと正しがきが書いてあって、これは小田急線ですって書いてあるわけですね。はい、っていうことは多摩川で小田急線が渡っているところって言ったら上りとしかないんですよ。なんであの辺 の, ちあの描写っていうのはもう小田急線だ、あの上り塔とか泉玉川とかあの辺だっていうことがもう確定ですねっていうのが分かるっていうね。で、鶴亀和尚が住んでいたボタモチ山の満腹寺っていうのがあるんですが、満腹寺っていうのは川崎市麻生区に満腹寺っていう地名が実際ありまして、はい、うん、で、実はですね、私あの昔その川崎市の、ま、あの麻生区満腹寺に住んでたことがありまして。おー、いいですね。そうなんですよ。そうそう、聖地に実は住んでたことがありまして、やっぱりね、タヌキいるんですよ。はい、で生の、そうで、あのタヌキ注意の看板が、あの標識ができたっていうのを劇中で最後の方に出てきたけど、はい、あの標識マジであって、あ、そうなんですね。そうそうそう、俺もね、大学に行くときに毎日その看板の横、あの標識の横通って歩いて駅まで行ってたんですよ、はい、新百合まで、新百合ヶ丘なんですけど、はい、いいね。だからそういうので俺もう聖地に住んでてね、わあすごいな、だからだからだからなんつうの、上り手とかも小田急線でね通ってたし、はい、ね、満腹寺、まあこの、あの厳密に言うと川崎の満腹寺じゃないらしいんですよ。ボタモチ山の満腹寺っていうので、まあ一応あっちのタマニュータウンの方の満腹寺らしいんですが、まあ大体おおむねあの辺もそうなので、まあ似たようなところだ、はい、だってタヌキの看板も実際あるしねっていうので、私的にはこの映画って非常に思い入れがあって、はい、あの割とこの、ポンポコの公開の後ぐらいにこの地域に住み出したので、あ、ここがポンポコの場所なんだって自分でちゃんと意識しながら生きてた、生きてたおかしい生活してたのでなんでね、あのタヌキとかね横切ってるの見るとね、あの本当にあの、しっかり生きてって思いましたね。で、あの最後の方にさ、あのね、まだ山の残る町田の地域に移り住んだりとか言ってたけど、ほんと町田も近いんですよ、めちゃくちゃこの辺って。なんでもう本当にマジでこの辺の話なんだなっていうの思いましたね。うん、考え深いですね。考え深いですね。そうで、ですね、この辺の、じゃあこの平成たるすき合戦ポンポコっていう作品が、まあ、高畑勲さんが作ったんだけど、宮崎駿さんはどのように見ていたかっていう話なんだよね。はい。で、最初はなんだかんだ文句言ってたんだけど、この試写会を見た後に、宮崎駿さんは、これ、号泣してたらしいね、これを見て。号泣してたらしい。はい。それはなぜなのかっていうのを、岡田斗司夫さんが考察しているのがありまして、まあ、一般的によく言われてるのは、これっていうのは、成田闘争のメタファーだとされてるわけですよね。要するに、この地上げにあって、土地を譲るまいとする、極左暴力集団と、はい、政府の戦いを、と、まあ、もの代理戦争みたいな感じになってるっていう構図。でしょ？そう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 。なので、そのゴン太さんっていう、まあ、泉谷茂さんが、声を当てている、まあ、極左的思考の血の気の多いタヌキがいたね。はい。で、最後は鶴瓶落としとかに化けて、デコトラに惹かれて死んだんだけども、人間にはかなわないよと、ほほわと言いながらね。まあ、それが言ったらゴン太じゃないけども。そうそう。なんですが、まあ、これっていうのはそういう、結局は、大きな力には抗うことができなくて、ね、まあ、土地を分けたしかなかったっていうののメタファーだっていうふうにされているっていうのもありますっていうところですね。タヌキと人間だけじゃなく人間もだから、宮崎駿さんっていうのはドサ欲なんですよ。
そう、あの学習院大学出ながら土佐役なんですけどもなんで、こういったタヌキたちの思考に非常にシンパシーを感じたっていう、まあこれが一般的な、解釈の話なんです、はいはい、でもまあでも岡田敏夫さんの、解釈はまた違ったものがあって、まあ、ちょっとそれはまあ後々っていう感じなんですが、ねどうだろう、この妖怪大作戦の話しましょうか。はい、妖怪大作戦どうだった？すごいね、あれね、面白い、一番の見どころじゃないの、あれ。いや面白いですね、化け学の本領発揮。そう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 、あれってさ、最初にさ、なんだっけ、狐の嫁入りから始まるのか。はい、狐の嫁入りもそうだし、やがて出てくる百鬼夜行でしょ。百鬼夜行も、江戸時代のまでの絵巻にあるし、はい、あと鳥獣戯画出てくるでしょ。ありますね、ね、アパートの上を。そうそう、なんで、いわゆるその人外のものが更新する伝説みたいなものをのベスト版をやってくれてんだよね。面白いです。面白い。でしかもですね、これ出てくる妖怪のデザインがですね、これ水木しげる監修なんですよ。うわ、本格的。これマジ、僕ガチモンなんだよね、マジで。そう、妖怪の原案協力水木しげるなんで、だからもう鬼太郎の妖怪デザインがそのまま出てくるんだよ。あ、ガシャドクロとかそうですよね。そうでしょ。とか、はい、鶴瓶落としだってあれ鬼太郎に出てくる鶴瓶落としなんでまんまなのよ。だこれがすごい、もうだからもうなんかダブルで嬉しいわけよ、我々としては。ね、キタロ、だからキタロデザインがそのままの妖怪が出てくるんで、もうなんつうかその妖怪といえばこのデザインっていうのがもうそのまま出て、違った解釈で出てないんで、はい、それがまたね熱かったんだよね。でこの妖怪大作戦の時に一瞬だけそのトトロとかキキとかさ出てくるんだよね。ありますね、出てますね。これね、これもすごいでしょ。これもこれ、そうそう、これらもさ妖怪になってるわけで、キキも妖怪だしさ、あれですよ、なんならさ、あの思い出ポロポロの岡島太鼓も妖怪として出てくるわけですよ。あのポルコロスも出てくるね。ポルコも出てますね。出てる、出てくるね。だからそういったのがね、だからなんつうかね、これって後々の作品で言うと、ガンツっていうあるでしょ、ガンツっていう作品あるね、奥博弥さんの漫画のガンツっていうのがあるんだけど、はい、ガンツの大阪編っていうのはこれを元に、大阪の道頓堀で百鬼夜行が行われて、ラスボスがヌラリヒョンっていう戦いが行われるんですが、まあそれの元ネタになってんじゃないかなっていう感じですよね。そう、あらゆる妖怪がね大阪の道頓堀に出てきて、ね、人間を食らうんですよ、マジで。今度はその妖怪を倒していくっていう話なんですよ、ガンツは。この、たまにニュータウン の、 あの妖怪大作戦はただ脅かすだけで、逆に人間が喜んじゃったって話だったんだけど、人間のこと襲ってないじゃん全く。そうです、ね、その妖怪が実際に襲りだ人間たちを襲いかかって人間たちを食らい出したらどうなるかっていうのをやったのがそのガンツなんだよね。わあ、すごいですよ本当に。というまあまあいろんなものの元ネタになったりとかしてるし、まあもともと元ネタがあるものをさらにそれに元ネタになってるっていう、まあもう本当にあれですよ、日本の文化がこう橋渡しされているなっていうのを実感した、まあシーンだったなっていう気はしますね。昔のものは新しくなるとさらに面白くなります。そうなんですよ、今ね、今いいこと言ったね。うん、本当ですか。本当本当、まあ それは真理だと思うね。うん、そう。で、まあこの話っていうのは、このラストのシーンが、はい、多摩丘陵を最後、見下ろす高度、結構1000メートル以上から見下ろすシーンで終わっていくんだけど、こうやって人間の世界になってきましたっつって、はい、あれでしょ？誰だっけ、野々村真くんがやってた名前なんだっけ、タヌキがサラリーマンに化けてる人誰だっけ、小吉がね、
ね、そういうのやめてもらえませんかって言ってね、小吉の幼馴染の、あんまり化け具合が得意じゃない、あ、そうが、たぬき、たぬきじゃない、ゴルフ場で密かに暮らしているっていうところにね、合流してっていうのね。はい。まあ、あの辺のシーンのラストシーンで、ね、負けられない動物っていうのはどこに行ったかっていうのを押して知るべしみたいな感じでね、終わっていくんだけども、で、そのシーンが、そのまんまその同じ構図で、夜になって終わるんだけど、今度この朝からその始まるっていうの耳を澄ませば同じ構図の、その構図の絵から朝から始まってオープニングにつながっていくっていう話なんですね。そうそうそう、全く絵の同じ構図から始まるんだよ、その、ポンポコのラストと、耳を澄ませばのオープニングっていうのは。だから開発されてしまったタマニュータウンのその後の物語として耳を澄ませばが始まるっていう感じなんですね。で、この、耳を澄ませばの曲作中でも言っている、雫が歌っているカントリーロードの、替え歌のコンクリートロードっていうのはまさにこのテーマなわけですよ。ね、コンクリートロードっつってね、山を切りーっつってね、なんかそういうのが出てくるっていうところがそこにもつながってるっていうことですね。すごい。もうだからもうね、そういった中のなんつうか元ネタ探しとかここにつながっているとかそういうのを言い出したらもうキリがないですね、この作品はね。で、たぬきさん、たぬきさん、遊ぼうじゃないか、で始まるでしょ今、実況を伸ばす。最中、つってね、あら、あんたがっつきね、つって。で、それっていうのも、結局、あの歌っていうのは、人間がたぬきにちょっかい出したんだけど、ちょっとだけたぬきの領土を分けてくれよって言ったんだけど、そんなに取ってっちゃ、あんたがっつきねっていう話なんだよね。ああ、はい。うん、遊ぼうじゃないかっていうのは、今なんとかの真っ最中って言ってんのは、なんか、その、人間、タヌキの営みの中で、ちょっとだけ、土地を貸してくれって言ってんだけど、あれよあれよと、だから、軒先を貸して思いを取られる状態になっちゃったっていうタヌキの歌なんだよね、あれね。あんなに作るのかな。そうなんですよ。だから、それがもう、だから、オープニングだけでもうすでにもう物語の全てを言っちゃってるんだよね。すごいね。これはすごい。だから、タヌキって昔は喋って化けたんだよ。でも、人の中に化けて暮らしているんだよっていう話があるじゃんか。はい。だけど、そんなわけないだろうと。まあ、人間的にはわかるわけですよ。はい。で、そんなわけじゃないだろうってなっちゃったことによって、断言してしまったことこそ、タヌキっていうのは化けなくなってしまったことに他ならないんですね。意味わかります？だから、結局、タヌキっていうのは化けるかもしれないから、大切にしないといけないよっていう、信仰心だった。信仰心がタヌキを化けさせることになってたわけですよ、今まで。だから何かが起こったら、タヌキが化けたからだよってなった。そういうふうに思考が なっていったから、タヌキは化けていたってことに結論付けられてたわけですよね。なんだけど、タヌキなんか化けるわけないじゃないかってなってしまったことによって、タヌキは化けなくなっちゃったんだよ、本当に。なので、信仰心の欠如っていうのが化けないタヌキっていうのにとどめをさせてしまったっていうことであるっていうお話なんだよね、これって。そう。だから、この物語の中で、擬人化したタヌキと、なんかタヌキって数段階に分かれるじゃん。なんかちょっとリアルなタヌキと、なんか漫画っぽいタヌキとかあるじゃん。ありますね。ね、なんかふにゃふにゃになったタヌキとかいっぱいあるじゃんか。あれタヌキの書き分けっていうのは、その辺の人間が信じるか信じないか、人間がこのような想像力を持って、タヌキというものを人間と同じように考えているかどうかのレベルメーターをその形として表してるんでね。だから本当にリアルな描写で、なんか、あ、タヌキさんだ、餌あげたかったな、つって、本当にタヌキがタヌキわーって走って逃げてたじゃん、タタタ、つって。はい。あれのリアルな描写のタヌキっていうのは力をなくしてしまったタヌキなんだよね。
だからそれっていうのはもうタヌキっていうのは化けなくなってしまったよっていうことをもう明確に言ってしまったファンタジーを否定した作品なわけですよ、これっていうのは。そう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 、こんなにファンタジーなのに最終的にはファンタジーを否定する作品っていうのなんですよね。やっぱね、これはね、やっぱ高畑勲さんはですね、東大のフランス文学部出てるわけですよ。もうね、これが炸裂してんだよ、この東大フランス文学科のこの武士が、高畑武士が。それに気づかなくても楽しいよっていうのがジブリの作品のいいところ。で、気づくともっと楽しいよっていうのがジブリのところ作品なんだね。素晴らしい。素晴らしいね、よくできます。はい。何も知らない子供でも楽しめる。そう、楽しめるし、ね、東大フランス文学が出て小難しく考えても楽しいよっていうことですよ。大人になってもなお楽しい。大人になってもなお楽しい。もう最高ですね。最高ですね。そして主題歌シャンシャン台風、いつでも誰かがですよ。ありがとうございます。あのサントラもね、実もあのメンバーのコーリーさんがかあの書いてますね。おー、劇伴の音楽もあのサンシャン台風のコーリーさんっていう人が書いてます。面白いね。だからもうね、私的にはまあまあ総括すると、そういった、いろんなもののメタファーがあったりとかもするんだけども、まあ、あと実際にもう昔住んでいた町が舞台になっているっていうのもあって、もうちょっとあのなんていうかね、空気感っていうのがね分かるんだよね、あの辺の多摩の地域の。いるかもしれないな、いないな、でもいるかもなみたいな感じが。でも町と都市部と山が切り崩されていく、造成されていく、そういったものとかの隣り合わせになっていって、たまーに野生動物を見かけるっていう、なんかあの絶妙な感じ、バランス、多分もういなくなっちゃうんだろうなっていう感じも、切ない感じも身に染みて分かって暮らしていたっていう空気感がヒリヒリする感じがある、あのこの作品も感じ見てて感じることができたんで、いやよくできてんなってマジで思いましたね。やるな、描写が。そうなんですよね。という一連の今までのこの話をしてきてどうすか。はい。まあこれ結局ラストの意味っていうのはさ、この人間が住む町っていうのは多くの自然の動物たちが犠牲になった上で作られているっていうことを忘れないでほしいよっていう話なわけですよ。はい。で、初期者はそれを言いたいわけじゃん。そうですね。うん。なんで。お前思い出しました、ポン吉です。あ、ポン吉か。初期者じゃねえか。初期者の幼馴染。そうかそうかそうそうそう。で、まあそれで、そういう。野々村誠くんが言うわけですよ、そうやって。うん、ということで八木さんどうですかね、このその見てあのこれまで話してきて、このポンポコという作品っていうのはどう結局どうだったのかなっていうところで、何がすごかったのかっていうところですね。何がすごい、うん、結局ねこの作品の何がすごいかっていう話をしたいんですよ我々は。はい。うんうん、だったんですけど、うん、改めて見て、うん、表現の秀逸さとか、うん、生き込まれるようなコミカルさとか、こちら自然の描写が、ね、あの絶妙なバランスで配置されてるよね。はい。うん、あのね、例えばその化けるときにあの金玉袋を伸ばして化けるとか、はい、ね、最初のうちはなんかもう毛が生えてたりとかしてみたりとか。ね、だからこれも結構その化け学っていうのはその体の全組織の細胞を組み替えて、変身するっていう、ことらしいんだよね。でその辺の描写もちゃんとされていて、だからその、 あの葉っぱを使うっていうのはなんかもう儀式めいたものであって、全くそれは気休めでしかないっていうようなことを言ってみたりとか。まあそういうところに出てくるっていう、そう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 、あれは素人のやることだみたいなさ。そうそう、だからそういったなんかちょっと面白い描写もあったなって感じだよね。はい。
なので、まあ、昭和40年代の話なのに平成っていうのは、平成たぬき合戦って言ってるっていうことは、やっぱその表現方法としてその当時だから、これあれだってあれだもんね、総天然色漫画映画っつってさ、わざとレトロな表現にしてるわけだな。はい、うん、だからそれっていうのはまああれだね、この昔からの伝説とか、そういったね、タヌキに関する、お話っていうのを平成とい うなんつうの、表現方法を 全力を尽くして表現した結果こういう映画になりましたよっていうことだね。うん、ということで、もう本当に奥が深すぎて、ちょっともう私にも全くこう全然こう語り尽くせないようなところがあるんですが、まあそういったお話でございました。はい。うん。ということで、平成たぬき合戦ポンポコのお話を八木さんと初めてしてまいりました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。